レーフベリス・リラの看板レーフベリス・リラの本社、レーフベリス・リラは1906年にヨーゼフ・アンデシュとヨーンレイ・レーフベリの3兄弟により設立されたスウェーデン・カール・スタードのコーヒーの焙煎業者である。レーフベリス・リラは現在、北欧諸国でも最大のコーヒー焙煎業者の一つである。同社は未だにレーフベリ家の所有で、現在は その三代目と四代目が経営に当たっている。本社と焙煎工場の一つはカールスタードに、もう一つの焙煎工場はデンマークの美貌に所在している。レーフベリスリラはコップス茶でも有名である。レーフベリスリラは200名の従業員を要し、1999年時点でスウェーデン国内の20%の市場占有率を確保している。近年、レーフベリスリラは 社会貢献とより良い就業環境に力を入れることにより市場での自社の地位を強めている。同社はヨーロッパで最大のオーガニックとフェアトレードコーヒーの輸入業者であり、レストランやカフェ、会社へコーヒーを提供するスウェーデンの主要な卸業者である。レーフベリスリラはアイスホッケーチームのフェルエスタット BK と共にレーフベリスリラアリーナのスポンサーである。 長年フェルエスタットのチームカラーは、レーフベリスリラの色と同じ紫色と黄色であったが、2006、2007年のシーズンでこれは変更された。ありがとうございます。